今年で阪神甲子園球場が100周年を迎えます。感謝を、伝統を、次の100年へ。やっぱりもう小さい時から、夏休みになったらこう祖父母の家で高校野球見て昼ご飯食べるみたいな、まあ、その甲子園をやってるのはここなんで、やっぱりそういう、まあ、小さい頃から馴染み、まあ、実際に来たことはなかったですけど、すごい印象には残ってるというか、やっぱり夏といえば、夏休みといえば甲子園みたいな、で甲子園が終わったら夏休み終わるなみたいな、そういうイメージですね。最初球場に入った時にこの、まあ、スタンド含めて広さというか規模のでかさっていうのは、まあ、自分はパ・リーグも行ってるので、まあ、全球場ほぼ行ったことあるんですけど、やっぱどこよりも何て言うんですかね、圧倒されるというか、議員さんのこういう感じっていうか、そういうものはすごい初めて入った時は、記憶っていうのは未だになんかこう頭に焼き付いています。やっぱりこう野球をやってきた人間はみんなここを目指して高校時代やっていますし、そういういろんなドラマとか伝統のある高校野球も含め、プロ野球もちろんそうですけど、まあ、そういうところで投げられるっていうのはすごい光栄にもなるし、やっぱりこう身が引き締まるというか、そういう気持ちはもう試合のマウンドに限らず、まあ、練習、日々の練習から甲子園でできるので、こうたまにこう、ああしんどいなっていう時に、まあ、ふとした時にこう、まあ、けどこれ甲子園で毎日野球できてるっていうのは、ここなんか一つモチベーションじゃないですけど、まあ、当たり前じゃないなっていうのはすごいふとした時に感じるので、まあ、そういう場所かなと思います。たくさんあるけどどうだろうな、まあ、やっぱり最初の初登板ですかね、去年の、まあ、本当は松田から始まる予定だったんですけど、まあ、雨で中止になって流れて、で甲子園のヤクルト戦が初登板だったんですけど、まあ、その名前呼ばれた時のこう拍手だったり、この温かく迎えていただいたというか、そういう印象がかなりあったので、まあ、お立ち台にも立たせてもらって、そこでの歓声だったり、やっぱ1試合目でそういう経験ができて、そのファンの皆さんにこう迎え入れていただいたというか、そういうものをすごい実感したので、あの試合は印象に残ってますし、その試合でああやって温かく迎え入れてもらったので、そこからしっかり投げられたなというのは、まあ、チームメイトや首脳陣もそうですけど、ファンの皆さんにもちろん、その辺はすごい実感した試合でした。監督も常々おっしゃってますけど、この選手が見たいから試合に行きたいとか、やっぱり自分もそういう選手になりたいというか、あ今日は大竹先発だったら試合行きたいなとか、見たいなっていう、そういう、魅力のあるというか、そういう選手になっていきたいなっていう気持ちは、もちろんありますし、まあ、人生の中で、まあ、自分もそうですけど、初めてプロ野球に行った時の試合を、まあ、僕は福岡だったんですけど、まあ、それを見て、あ自分もこういう野球選手になりたいなとか、まあ、それで実際人生変わりましたし、なんかそういう、なんて言うんでしょう、人に影響を与えるというか、そういったものって本当に野球の魅力だと思うので、まあ、自分の、一球一球投げるプレーで人生変えられるような、まあ、そういう風な重みを感じてというか、なんでまあ多少打たれても諦めずに投げ続けるとか、
まあ、昨年であれば、まあ、順位が決まった後ですけど、まあ、消化試合じゃなくて別の試合にしっかり懸命にやるっていうのは、まあ野球やめるまで大事にしたいなと思います。私にとって阪神甲子園球場とは原点であり現在です。